is Laugh and Music. FM Osaka 85.1. Tengar presents Midnight World Cafe. Tenga Chaya.テンガープレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャ、新年明けましておめでとうございます。剣道小林ですということでね、まあ年が明けて、1時半ですか今ね、いきなりこんな時間に FM 大阪でテンガチャ聞いてるとか出しているんで、いるのか、いるか7、8人いるか。今日はまあ7、8人のために全力投球でね、新年一発目のラジオをやっていきたいと思います。まあ今あのまあ12月中盤実際はね、なんですけども、まあやっぱり M1 グランプリみたいなのがね行われまして、見事ねウエストランドが、優勝を果たしましたけども、ちょうどね M1 グランプリの生放送の次の日に、東野浩二さんとね、お仕事一緒で、そういえば東野さんって井口のことめちゃくちゃ好きやったなぁと思ってね、まあ、井口が地べたを這いずり回るキャラが好きで、一生日の目見てほしくないと切に普段から切々と語ってた東野さんやったら、ああ東野さんおはようございますって、どうですかウエストランド優勝ってやっぱ寂しいですかって言ったらね、まあ、メイクしながらやったんですけど、東野さんが本当に能面みたいな表情して、ほんま残念やわっていやーほんで残念やわ、ほんまね、こんなこと言うとあかんけど、なんかこれちょっとやばい優勝してまうって思った時に、なんか国家にとって重大な危機が訪れるかなんかの緊急ニュース入らへんかなとか心から願ったわ。客で頭おかしになってるから乱入して暴れ出さへんかなとか心から願ったわとか言って、あこんなところにこんな身近に俺よりちゃんと意地悪な人いた思ってね、 M1 選手に対していやー誇りに思いました本当に。やっぱ俺もね、やっぱもう最近でライフワーク、やっぱ M1 選手に対して意地悪に生きようというね、もうそれでしか生きてないんで、素晴らしい先輩に恵まれました。この番組も放送キーワードに土曜日深夜キッチンの世界でございます。本当になんか重大なニュース流れたらよかったのでね。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ、この番組はテンガの提供でお送りします。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ、改めましてケント小林です。そしてツートライブ高典と周平魂です。よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。やっぱ早速ですが、やっぱ現役 M1 選手としてのお二人のですね、はい、全組の寸評を聞かせていただきます。寸評得点を、いやもう2週間ぐらい経ってますからね、もう、いや経ってないんですよ今実際はね、まだ3日ぐらい、はい、寸評と全組の得点今つけてないですよ今つけてください。つけないですよ点数。そんなことはやらないですよ。誰がつけてんねんって、もうボッコボコにされますよ、もう全員に。なお前、山田邦子さんのこと言ってんのか。何を言ってるんですか僕今、山田邦子さんの、なんか言いました。一言も言ってなかったですよ。一言も言ってなかった。はい、誰が点つけてんねんとか急に言い出したから。いや僕がつけたとしたら、主語つけてよ。僕がつけたとしたら誰がつけてんねんってなりますから。はい、山田邦子さんがつけてとか言うてないですよ。寸評の方をちょっと。はい、いや、寸評いかがでしたか。やっぱエミクジって、はい、ドラマを生むというか、もうやっぱ那須川天心憎し、はい、いや憎しというか、でもあれ長身の返しはザーマッチでお前あれだけの、はい、まあ、興奮与えてもらった那須川天心に、はい、なんていうこと言うんや。いやエミクジ、いや、まあ、ちょこまさん、これも M1 に対して意地悪やな。これもおかしいですよ、それエミクジを、まあ、悪く言ってないですから僕今悪く言った後やったらまだ分かるんですけど、まだエミクジってやっぱすごいなっていう話だったんで、世の中で一番短い仕事やなと思うのが、はい、やっぱ最初にエミクジ持ってくる女の人ね。いや僕もあの子をせめて抜いてあげてほしいなと思いましたね、もうちょっと。めちゃくちゃ毎年エロい子を来る、はい、エロいって言うとあれやけど、めっちゃ綺麗で細くって、毎年すごい綺麗な、なんか、うん、溢れるエロチズムがある女性が毎年持ってくれるエミクジ。そうですね、今年もすごかった。太い筒をチラッとやってんの。太い筒両手で大事そうに持ってくる。エミクジの入ったね筒ね、先っちょからなんか出てくる太い筒を。いややらしく、まあ、ABC ってそうやからな。いや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 、むちゃくちゃ言ってますよ。
ABC ってまあそういうとこあるやん。めちゃくちゃなんかアシスタントに寝不足やなっていう女の子雇いがちという。確かにあそこだけなんかちょっと、ね、昭和の匂いしますね。きらびやかなところに。もっとね、堂々と、はい、キングオブコントのように、はい、観覧の前の方の客なんか綺麗な人ばっかりやな。堂々とやってくれたんやけど、あんなとこにこっそり忍び込ませる。そうですね、太いつつもつ美女。だからスーツとかでいいですもんね、踏まえたら、ね。はい、別にはい、おじさんでいいのよ。ああ、まあそうですね。うん。すだれハゲのおじさんが持ってきても何の問題もないよね。何の問題もないですね。くじ言うてし、巫女さんの格好で。ヒールの音コツコツ聞かせさせて、綺麗な女の人が一回太いつつ持ってくんな。めっちゃ細い、ね。すごいセクシーな人でしたね。めちゃくちゃセクシー。いや、やっぱ芸人同士で見てるから、やっぱそこ言っちゃう人がいるんですよ、必ず。めっちゃ綺麗やろって話してます。あ、そうね。一瞬しか映らんかったよな。そうそうそう、一瞬。俺も、まあ今年はさすがにもう、俺も50歳やから、自重したけどやな。何年か前やっぱ、一回再生止めてオナにしたもん。いやあかんわ、この人あかんわ。それはダメですわ。そう、俺もう一回やめなあかんもんだけど。ダメ、やめなあかんっす。それは今から選手たちが後輩の、はい、人生かけ人生変えるんやったっけあれ。あ、そうですよ。人生を変えるですよ。漫才を塗り替えるんですよ。はい、まず塗り替える、塗り替えるための戦い挑むのを一回録画止めて、はい、AV に切り替えて人生。ABC が悪いよな、これ。俺悪ない。ABC が悪い。急にそんな人生変える場所にそんな美女連れてくるなんて。スリットが入ったね。スリットが入った。いや、よう分からんっすね、確かに。あの演出。マジで。太い黒いつつも出して。はい。まあ、エビクジラもね。はい。うん。いや、すごかったですわ。どうでした？いや、でも本当に、まあ、まあ、でも最初からカビモスター。ちょっと高典の寸評やからアンパン食べながら聞いてる。ほな聞かんといてくださいよ、もういらないでしょこれ別で。ほなリスナーさんも聞きたくないでしょ。極みアンパン、極みアンパン食べるんやったらもう、うん、聞かなくていいですよ。刑事でも警部の方がやる。ええアンパン、うん、すごいええアンパン、うん、でも最初ちょっと壁ポスターうわー低かったトップバッターやったと思いましたね。僕はめちゃくちゃ好きなネタやったんで、あ、壁ポスターはい、うん、あんなもんね、手順によってはもう絶対また高得点になってますでしょうし、うん、あ、そうですか、うん、はい、うん、あとはね、うん、僕はでもさやかは、うん、正直1本目終わった後に、うん、あ、もうさやかのこれ空気や今日はと思って、うん、トップ通過はい、うん、もうあ優勝やって完全に思っちゃって、その脳で行ってて、もう最終決戦もこれさやかやっぱ優勝するんちゃうかなと、うん、ちょっとやっぱ思ってたんですよね、うん、どっかで。でも確かにはい、さやかのあのボケ、背低い方、何やったっけな、まあ、ごめん。石井ですね。石井の方、はい、あの、前出た時より顔色良くなったな、あいつ。確かに、よう、骸骨骸骨って言われてた、ね。そうでもなくなったな。はいはい、そうですね。うん。今思い起こすと。奥さんの管理がいいのか。ああ、そうか、そうですね。なんか。うん。うん、ボケもなったんで。うん。で、いります僕の、こんな、総評。はいはいはい。まあ、あとはまあ、ロングオッドダディは、やっぱり、ちょっと、ほんまに、すごいなと思ったのは、うん、1本目のマラソンネタも、うん、その企画で作ったネタなんですよね、元々。なるほど。ああいう風にこうネタとして持ってきて、で完成度高めていくって、でまあ一緒の劇場なんで僕らは、うん、分かるんですけど、うん、ハズレを作らないんですよネタで。なるほど。だから僕らって何十本作って残るの1本とか、まあこれ結構普通の漫才そうなんですけど、うんうん、単独で、ほんな5本やりました6本やりました、うん、まあ使えるんかなっていうの1本とかっていう感じなんですけど、うん、ロングコートダディってもう漫才においては、うん、もう1分の1でいいのを作ったりするんですよ、うん、だそこがねやっぱロングコートダディのこの凄さというか、うん、なるほど、はい、だからコントもいけるし漫才も行くということで、うん、あとまあ米田2世はもうただの天才やと思いますね。ただの、はい、森山さんと一緒に見てたんですけど、うん、その時の森山さんの言葉を借りると、うん、ジャンヌダルクやんって言ってましたね。はい、はい、森山さんは米田2世のことを誠ちゃんのことを、うん、ジャンヌダルクの再来やんって言ってましたね。はい、はい、森山さんは森山がおもんないこと言う。森山さんって面白くないでしょ。被害が広がっていってるってで、なんて言ったんだっけ。ジャンヌダルクの再来やん。面白くないことみたいね。噛んでたん森山さん。森山さん噛んでなかった。噛んで落ちたんやろあいつが。ほんまや、いじってるやん。噛み噛みでいじってるやん森山さんのこと。知ってますや。自分が噛んでたくせにリリーに噛みすぎやねんって。二人ともって意味やったんですけどね。で、でまあ
ウエストランドさん、うん、ウエストランドさん、まあ同期かちょっと先輩ぐらいなんです、うん、あちょっと先輩ぐらいちょっと先輩ぐらいなんですけどね、まあ、ウエストランドさんは、うん、まあほんまにちょっとやっぱ一番こうバカ笑いが起こったのは確かにそのウエストランドさんだったんですよ、うんうん、でもあれをどう評価するのかなっていうのはちょっと僕も分からんくて、うんうんうん、あそこはやっぱこう芸人が笑ってたのがそのまま審査員さんもそういうふうに評価するんやっていうふうに思って、うんうん、こういう勝ち筋あるねんなと、はい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 、一つ勉強になりましたと、一つ勉強になりましたね本当に、うん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 、でないよそんなにないよ僕は、お前そんな生半可な気持ちで見てたんかお前、いやいやいやちゃんと見てましたけどないっすよ、まだまだおるぞ、はい、だからみんないろんな人のラジオで言うてるようなことしかないですよ僕そう言わないともう早速ラジオ喋ってますから、ね、ラジオ喋ってますから、いや素晴らしかったとしかないですけど、うん、あでも今日ダイヤモンドのネタを哲夫さんがめちゃくちゃ褒めてて、うん、僕やったら98点つけたみたいな、はいはい、思ったんですけど、でもやっぱそうほんまにめっちゃすごいじゃないですか、あのネタって、はい、言ったらこう台本的には、あそうですね、はい、すごい、まあ、だからあそれ哲夫さんもそうやっぱ言い張るんやと思って、はい、いやまあダイヤモンドはまあ結果はあかんかったですけどその順位的には、うん、でめっちゃ救われたよなと思いますね、はい、あれね、はいはいはい、でないないっすよそんなに深いとこまではあるあるもん、いやいやないで、またおるやろいやマジであるはあるやん別に真空ジェシカとかさ、真空ジェシカはやっぱめっちゃバカなネタもう見たことあるんですけど、うん、あのこうやって M1 出るときにやっぱこのちょっと知的なネタ持ってくるじゃないですか、はいはいはい、知識があったりで、まあこう痒いところにこう手が届くみたいなネタが、うんうん、あれは大喜利の種類でもまたこう別やなと思いましたね、うんうん、はい、からしれんこんとかも、うん、あのすごい角度からこうボケ持ってくるんですけど、うんうん、そこをなんかこうまた違う路線でこう、うん、持ってくるっていうのがなんかちょっと真空ジェシカなんかある意味新しいなと思いましたね、はい、ああいう大喜利の漫才があるんだっていう、はい、キューさんな、キューさんね、キュー、あ、キュー、いやキューさんは僕準決勝のネタ、準決勝も、めちゃくちゃ受けてて、うん、めっちゃいいネタで、うん、で変えてきたんですよねこの決勝では、うんうん、癖になるネタみたいなのを、うん、やりはったんですけど、まああれもほんま出番なんかなとは思ったりもして、うんうん、でも僕は準決勝のこう持っていってたらどうなってたよなとかもちょっとワクワクして、うん、準決勝の方がまあ言ったら分かりやすい、分かりやすいですよね、うんうん、まあまあでも Q さんでも面白いんで、うん、はい、僕はめっちゃ好きでしたね、うん、でもあんなんを点数つけろって、僕ヨネダ2000とか、うんうん、まあ、Q さんとかもそうですけど、うんうん、点数つけろって例えば自分が言われたとしたら、うん、ほんまに僕自信ないです、わからないです、うん、その面白いっていうのはわかるんですけど、うん、これをどう評価するのかわからないような漫才をしちゃう人やなと思いました、まあ、間違いなく来年オファー来るからな、高典に審査員の、いや、ないです、そんな。ないか。ないですよ。はい。僕らエントリーしてないですか、エントリーすら。あれ、来年ラストイヤーですから。うん、うん。はい、うん。ないです、ないです。うん、ですけど、まあ、そういう、うん、これをどういうふうなとかって、どういう漫才っていうのかなと思ったら結構難しいなと思いましたね。うん、はい。めちゃくちゃ面白かったです。はい。で、はい、これ何すんの、どういう状態なんや、僕の投票ですか、この新年の一発目の天下茶屋で、はい、Q さん出て、ダイヤモンド出て、男性ブランコね、男性ブランコね、うんうんうん、男性ブランコは、うんうん、ほんまに演技力がやっぱすごすぎるというか、うん、あそこでもね今田さんとか言ってましたけど、ほんまに見えるこのタイミング、うんうん、あ今切られたな、うん、あ今当てられたなっていうタイミングが見える、うんうん、ロングコートもそうなんですけど、うん、やっぱこう突っ込んだ後に普通人笑い起こすというか、例えば男性ブランコで言うと平井がバーンって当たった後にあわあわするっていう、うん、やっぱあそこでブワーッと増幅させる、うん、でロングコートもウサギが突っ込んだ後に何か起こった後にとにかく弾けて面白さを増幅させる、うん、ああこういう手法って結構漫才師は頭にないんですよね、うんうん、なんとかなんかーいって言ってバーって手あげる、ロングコートだったら決勝2本目ので手あげるみたいな、で2人揃って手あげるみたいな、あんなんて普段寄せとかやってる漫才師がパッとあれをやるかっつったらなかなかない発想なんですよ、うんうん、でもあれって結構自由なコント師とかの発想が生まれて結局面白いってなるんかなっていう、まあ、言った男性ブランコも大きいツッコミって別にないじゃないですか、うん、指摘していくってだけの、だからそことかはほんまにああこういう発想が新しい漫才っていうんやなとは、うん、思いましたね、はい、で僕のこの総評流しゃべりいりますかこれ、
どこでも別に需要ないですよこれ。男子ブランコのあの浦井の方の演技とか高典やったらどうなんやろうなと。浦井の方の演技、うん、いやあんな、あの切られた時のあのテンション、逆に引き、ね、引き、あんな僕絶対ないです、できないですね、プシャ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 切られたとかって言っちゃいます、うん、はい、卵のようにすなとかって言っちゃうところをあそこで一回押さえて、ゆで卵みたいになってたからつって、うん、100円の便利グッズちゃうねんからで、でもわーっと笑えるところは、あんな抑えとはできへんな、あれはねやっぱ素晴らしい、うん、このね見せ方がうまいっていうのは相当ね、うん、はい、で、うん、オズワルドは、うん、あの敗者復活戦のネタ、うん、まあ準決勝のネタは違って、うん、で敗者復活でネタやって敗者復活のネタをそう思っていたんですけど、うん、もう作りで言うと、うん、やっぱあれ後半ブワッと計算されてやっていくっていうのは、うん、まあ素晴らしいネタじゃないですか、うん、まあほんまにハードル高かっただけかなっていう、うん、あれがバーンと出てきてあれをやったら、いやすごいなっていう、全部あの前半回収していってたんやっていうのが見えるネタなんで、ほんまにやっぱハードル、もうオズワルドイコールめちゃくちゃ面白い、言ったら準優勝してるコンビやみたいな見られ方するんで、そこはね、これ全部いったか、これで全部いきましたね、全部いったんちゃいますか、ね、全部いったか、はいはい、まあ、それ受けてや、はい、来年どう戦うんですか周平魂それを受けて僕が答えるんですか、いや来年どう戦うんですか、はい、来年ね、一旦自分らがその笑いを始めたとこに一旦立ち返りつつの、やっぱ自分がほんまに好きなもんをぶつけないと、ぶつけて勝てるか勝てへんかの勝負をしないと、一旦これ15年僕らやってきて、一応ある程度こうこんなんこんなんこんなんって思ってるやつを一遍壊してから、もう一回こう自分の中で何面白いとしてるのかっていうのを思いっきりぶん投げれるネタじゃないと、まあ、勝負できへんなと思いました。だそういう戦い方というか、いや安心したよ、はい、うん、2回戦は突破できるわな、え？いやその気持ちがあればや、いやその決勝に行きたいんですよ、今年も準々決勝まで行ってるんで、はい、決勝に行きたいです、無茶なこと言うなよお前え？いやいやいや今年も準々決勝まで行ってるんで、うん、次はこそは決勝、お前それ、うん、消費税 0% にしますみたいな言い分やぞ、それむちゃくちゃなこと言うてますよ僕はむちゃくちゃなこと言うてますよ、いやそんぐらいの、でもほんまにでもそんぐらいのことのような気してくるぐらいえげつない戦いというか、もう全員色パッキパキで、色パッキパキ、色パッキパキですね、全員色パキパキ、はい、うん、あっこの中に入っていく、うん、でも、うん、一つ思ったのは、うん、今年できてるネタで、うんうん、なんていうんですか、ネガティブとか関係なしで聞いてほしいんですけど、うんうんうん、今年できてるネタであっこに入ることはできなかったですね、うん、はい、あれやっていけたんちゃうか、ないですか、公開収録でやったネタ、はい、無理ですよ、無理です、はい、ブレてんだ、はい、いろいろややこしいことして、ブレてほんでエロとかも入れてしまって、エロも入れてブレてぐちゃぐちゃなってるんで、はい、それこそ2回戦でダメですよ、はい、ブレてるんですか、もうブレブレなんで、はいはい、受けてもないし、だからまあだから今年ももう単独ライブもして動き始めてるんで僕らも、はい、だからそう M1 の前の日に単独ライブをさせてもらったんですけど、お、はいはい、そっから今からできるものの中にやっぱりほんまのこと言うていかなあかんなと思いますね、その僕らもどっちも演技も下手なんで、中途半端なぐらついたこのこいつらほんまにこれ思てるかとか思われるようなネタじゃ絶対無理やなと思いましたね、あの10組見た後に、これ覚えとかなあかんなっていう感じがします、それが、はい、今週の、はい、風が吹いているちゃいますねさすがにちゃいますねさすがにちゃいますねそれはちゃいますねそれはさすがにちゃいますねちゃいますね今のはただただ熱く語ってまんねん、熱かった、ね、はい、ごめんごめん、いやまあその、まあ、ちょっと話は近い話になるんですけど、うん、でその M1 を僕らはあの金属バット友康さんと、うん、デルマパンギン迫田さんと、うん、まあいろいろ場所探して、うん、なんか外で見たいなってなって、うん、ちょっと一人で見るのはちょっとしんどいから、まあ3人でしっぽり見ようかってなって、うん、結局まあその会議室みたいなとこ借りて、そこでもテレビ。でも家帰れ、いや、いやもう途中、もう居酒屋とかももうないかないか、個室ないかとかなって、うん、もうカラオケとかもなくて、うん、もうあのワールドカップもあったから、うん、ゲストハウスも取られてて、うん、ビジネスホテル探して。うん、家帰れ友康さんは最終もうあの、
新大阪のウィークリーマンションとかも調べ出して、うん、もう僕は男同士で入れるラブホーを言って検索してましたから、うん、もうでもなんとか吉本の会議室で行けた。家帰れよ。いや確かにそこまで行ったらもう誰かので見てたんですけど、うん、あのウエストランドさんのネタで1本目、うん、もう言うたらもうあれ1本目というかもう2本連続でやったんで、うん、もう10分ネタと思っても過言ではないと思うんですけど、うん、その冒頭1本目の 2,3 番手ぐらいに出てきたお笑いに対しての悪口があったじゃないですか。お笑いに対しての悪口、はい、R1 夢がないんだよ。 R1 が規模がない、はい、夢がない、はいはい、R1 夢がないんだよとか、うん、M1 には夢があるけど、うん、R1 には夢がないんだよとか、あるなしクイズでうまいことこう、うん、すごいバチンバチンとはめ込んでいって、うん、で、まあ、関西の芸人は自分らが正義だみたいな感じで、うん、そこそこのいじりもあって、うん、ほんで次、はい、次今年いじり入って、うん、今年は大体長尺の20分のやつやるんだよ、まあ、あんのもいらねえんだよみたいな、うん、おしゃれな感じとか、うん、ほんでポスターのことをフライヤーって言って、うん、ほんでなんかいいタイトルつけてみたいな、うん、あったじゃないですか、うん、だったあのなってもいやでもすっごいすごかったなっていう、もうとりあえず圧巻やったんで、うんうん、ほんで優勝し終わった後にパッとツイッター開いたら一人前段食らったって言ってる芸人がいて、ウエストランドのウエストランドは、はい、優勝はしたものの俺だけは前段食らったぞって言うてるおられる僕の大好きなめっちゃ仲いい兄さんがおられて、うん、それがヒューマン中村さんなんですけど、ヒューマン中村さんがなんで前段食らったんかっていうなったのが、うん、まあ R1 ではもう相当食らったと、うん、6回出てるからね、はい、ほんでもう芸歴20年ぐらい行ってるけど未だに関西にいると、うん、それも食らったと、うん、でちょうどヒューマンさんがよりによって2日前に好評やった単独ライブがあったんですよ、うんうんうん、それが割といい日っていうタイトルの単独ライブで、おしゃれだね、ポスターもおしゃれで、うん、すごい木の前でお弁当食べてて、そのお弁当で火の光がいい感じにさしてて、そのお弁当に、割といい日の塔が赤文字になって、そっから飛んできてる赤トンボが橋の上に止まってるみたいなおしゃれなプランを使って、うん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 、ヒューマンさん初めての挑戦で最後に20分の長尺のコントしておられたんですよ。前段食らったって言って、うんうん、結構ヒューマンさんそういうのガチで受け止めるタイプで、あの人よりによって食らってはるなって思ったから、僕仲いいんで連絡して、うん、ヒューマンさんみたいな、あれはもう面白かったですねって言って、うん、ちょっとどうなんすかみたいな、腹立ったんですかって聞いたら、うん、いや俺一人で見ててんけどもう顔真っ赤っかなって家で一人でめっちゃ恥ずかしかったって言ってました。かわいそうやな。ユーマンさん、いやめっちゃウキウキしてたね。いやめちゃくちゃもう準備してめっちゃ好評やったんですよ、はい、それがヒューマンさんだけライブがで、その最後の20分コントが本当に感動したみたいな、はい、声がめっちゃ上がったんですよ。でヒューマンさんが単独ライブで配信延長とかなったら初めてなんですよ、うん、もうめちゃくちゃ好評で、やっとこうなったのにその瞬間に、うん、全部食らったっていう、うん、ヒューマンさん やっぱさすが素晴らしいなという、うん、まあ、井口からして一番人ね、あいつ格好の的というか格好の的やね。井口さんとヒューマンさんをちょっとやっぱちょっと戦わせ したいね、はい、これはあってほしいなと。失礼な、まあ、勝てないやろな、はい、その言い合いでは、はい、言い合いでは勝てないです。ヒューマンが言い合いに入った瞬間何回か見たことあんねんけど、はい、俺誰かと、はい、こうなってくもんな。そうなんですよ。あいつが言い合いのモード入った時に、はい、あ、ちょっと怒ってんじゃん。そうなんですよ。陰キャラの人が切れた怖さをいきなり出して、うん、そうよね、はい、僕一回、うん、あの舞台上で胸ぐらつかまれたことありますからね。しかもいじったと勘違いされて、お前いじっとんな言うて胸ぐら舞台上でつかまれましたからね。いじったとしてもそれやりすぎですよって笑えないですよ、いじったとしても。そう、だからヒューマンがどの火加減でやってんのかわからへんけど、はい、肌から見たら怒ってるように見えねえな。そうなんですよ、はい、あれな、はい、全然怒ってない。何回か見たことあるね俺も、はい、それもう舞台上ではもう各回1回ぐらいありますね。うん、はい、まあその人とかいろんなもんがあ、まあまあおおむね本人のせいやねんけど、はい、作ってきたもんやから、はい、人というのは、はい、でもやっぱり面白い人なんでね、いまだに R1 の夢奪われてからもずっと単独ライブ打ち続けて、本当にねすごい、すっごい面白いんでない、すごい、あのなんちゅうの、昔栄えた金持ちの家系の子孫みたいなプライド持ってるやん。
何々家に生まれた男としてここは引くわけにはいかないみたいな、はい、いい例えですね。確かにそういうプライドあるやん、はいはい、うん、まあ、ジョジョ第一部みたいな感じなんだよ。だからジョースター家に生まれた男として、はい、ここは引くわけにはいかないみたいな。でもまあ確かにどういうプライド、だからそのプライド、そういうプライドを感じね。なんかプライドって種類いろいろある。はいはいはい、うん、はい、確かにそのプライドにまた火をつける大会でもあったかなと思いますね、この M−1 が。ああ、はい、侍のな家系の、はい、確かになんかいじられたらあかんとかそんなんじゃない、そんなんじゃないな、全然いじってもいいんですよ、出したらあかん。ただその侍の家系の、はい、今ではこう廃刀令が施行されて、はいはい、刀奪われて侍と名乗れなくなってくる、その血を引いてるからに俺はここは引くわけにはいかないみたいな、はいはいはい、そういうプライドやん。はいはいはい、うん、困ったな。困ったな。ちょっとあんまり俺らもキレられたあれやから、あんまり触れんとこか。大丈夫ですよ、小葉さんは。小葉さんの胸ぐらつかまないですよ、まさに。いや、そこまでいったらすごいけどね。確かにね。うん、はい、そこまでいったらすごい。ただなんか俺もその胸ぐらつかまれた時さ、はい、しおれるリアクション取ってもいいんやけど、はい、まあ、偶然、なんか可愛いな、あの子っていうメイクさんとかおったら、ええ格好する可能性がある。いやいや、それしおれてくださいよ。やっぱな、柔道やってたしさ、胸ぐら掴まれた時のとっさにね、とっさに元々の男が出て、とっさに袖取って、はい、袖吊り込み腰とか、それもなんか変なプライド。そう、俺もその辺変なプライド。変な侍の、侍のここだけは譲れる。かつてそのブラジルに渡った柔道家の孫みたいな胸ぐら掴まれた時だけはそうそれ許せないって、そう、柔らの遺伝子引いてる。それ同士が戦ったら危ないですね。で、刀使えへんヒューマンさん絶対負けんもん。嫌な空気やで、これ嫌な空気。2つの違う種類のプライドぶつかって、そのぶつかり合い、可愛い女性がいなかったらもしかしたらもう、いやーって俺やられたら、ね、ベターンなんて、はいはい、何してんねえ、何してんねえ、はい、言い過ぎやからですよみたいな、そう、泣くみたいな、はい、面白いですね。あのメイクさん可愛いね。え、あのエミクジ、ヒューマンも胸ぐら掴んできたら、エミクジ持ってきたような子がおったりした、子がおったりした、そう、ガッバー袖取ってなやお前。いやいやいや、怖いて、見てられへんて、芸人同士でそんなに頼むわ。いやいや、怖い怖い、あれほんまにリアルに僕想像したらヒューマンさんマジで泣きますよ。マジで泣きますよ、あの人ほんまに。グスングスンって我慢しながらってなって、ほんで終わりかだって、はい、呼吸だって、ほんまにやめるかもしれへん。そうそうそう、あの人ほんまやな、ピン芸人の大先輩がフレンドコヒューマンにはこの番組これ以上は、あ、俺もやばいわ。そうですよ、病気やから俺も、そこはそこはどうしても、そこはもうどうしても治らへんねん。マジで泣きそうやな。まず大先輩の剣道小林さんからいけるパッて冗談でやったら、そんなさでうらーって言われたら、うん、マジで、マジで女性も見てるし、ほんまに泣くと思う。そう、いや、多分その時のヒューマンさんも女性とかもそういう、ほんでそういう女性はそういうの一番嫌う子らな。ああそうですね、うん、そうか、結局もう勝者なき、誰も、はい、皮肉なこと、勝者なき戦いになるわけよ。得してないです、皮肉やな、皮肉やで、はい、芸人同士で、うん、そうか。でヒューマンさんその時にはもうその女性には全く興味ないねん。興味ないねん、興味ないねんけど、その人にちょっと手差し伸べたり女性がするけど、うん、もうそれは別にもうそんな、それがもう俺もそれ拗ねて俺も、はい、帰るから。もうボロボロや、もうそのそれどこ場所分からないですけど、スタジオやったとしたらもうボロボロやな、もう。うまいこといかんやろ、カットも言えへんし。最悪やろ、最悪ですね、その最悪ってこのことやな。はい、ああってなるわもう。なんでなんでこうなってもらうんだよ、こんなことなんだよ。なんでこんなことになったよ、もう井口のせいやってなって、そこまで行きますね。、はい、お知らせいきたいと思います。はい、お願いします。天賀さんから早速新年のご挨拶が届いておりますので、僕高則から紹介させていただきます。はい、新年明けましておめでとうございます。はい、2023年も天賀茶屋リスナーの皆様にとって素晴らしい一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。はい、今年も天賀は新しい気持ちよさと楽しさをどんどん発信していきますので、リスナーの皆さんぜひ楽しみにしていてください。そして今年も天賀茶屋を一緒に盛り上げていきましょう。それでは、うん、社員一同皆様の素晴らしい抜き始めを心よりお祈りいたします。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。2023年、はい、はい、じゃあここで一曲お送りしましょう。はい、元旦ということで今日はお正月をテーマにした曲、まずはこのナンバー、ユニコーンでお年玉。
テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガ茶屋マナの高則のケンコバさんのが寸評は欲しいの欲しくないいやいやめっちゃ聞いてめっちゃ時間15分ぐらい聞いてるぐらい僕の濃密やったね高則の寸評いやいやないなためになるなためになるなやないなんでないでしょ、うんこのコーナーでは性にまつわるお悩みを女性目線でさくらまなちゃんがそして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーでございます、はい、メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き男性向け天が女性向けイロハイロハプラスカップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。はいまなちゃんも今週もお願いします。よろしくお願いします。今週もお願いしますですね。そうですね明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まなちゃんこれ前々から言ってた、はい、あそうなんですよ秋葉に会いに来い。はい年の瀬にやりました。ちょっともう1ヶ月くらい前になっちゃうんですかね、はい、2週間くらい、言ってた通りパイプ椅子並んでますね。そうなんですよ、ね、なんとか17名収まりました。こう言うたらまあ半裸って言ったらあれですけど、まあ、水着でパイプ椅子座らせたらもう皮膚ひっつくねんなあれそうなんですよ ね, ねめっちゃそうなんですよ。皮膚ひっつくねんあれすっげーシールみたいにピーってなんねんあれですよ俺が危惧してた通りの展開やこれ。本当ですよもう汗だまりがすごかったですぬちゃぬちゃって言いました。なな長いことこうやって座ってたらね、うん、ここ空いてる椅子に座ってもらうよ。ほんでそうなんです、はいはい、13店舗行かなくちゃ座れないんですよ、はいはい、ここに、あこれ13店舗行った方はこの真ん中に。そうなんですそうなんです。もうこれ嬉しいやろうな。楽園やん。逆に何をしたらいいか分からんけどそういや本当そうですね。確かにねもう圧倒されて、はい、ちょこんと座るしかないというかこれだけの女優さんに囲まれたら、ちょっとモーセの通り道みたいな、ねうん、シャーってこう真ん中開いて女性が涙ってみたいな感じ。うわこれはちょっとエロいっすね。ちょっと最近のしかし、はい、最近の若手は乳でかいね前列これ。いやー本当湧いてちゃうんですよ。1列目若手でしょこれ。はいあの1年の方とかもいらっしゃる。1年目の方もいらっしゃるんですけど、マジで父でかいし、どうなってんの世の中父でかいのな。どうしちゃったんですかね。なんか急にあの出始めた父でかブームみたいな、うん、父でかブームね。はいそんなないじゃないですか。だって動くインスタみたいなやつの、はい、向こうからゆっくり歩いてくる中国人でしょ。だからブルンブルン見てまうんすよね。あれ誰なんですか、はい、誰も分かるんですけど変に見てもうて、うん、それ見てもうた結果インスタグラムがエロいやつで溢れてまうんですよ。あ勝手に感じされて AI で多分そうか、はい、あのアルゴリズムみたいなそんなばっかり出てくるんですよね、はい、最大公約数を探すわけやから、はいはいはい、あでもゆっくり歩いてくる中国人だらけだ。あれ誰なんですかほんまあれ誰やねんスタイルすごいけど向こうからゆっくり歩いてくるすごいっすよね。いやもうあのレベルですね。あのレベル来た、うん、日本も、はい日本も来てます。なんかどうしてこうなったんだろうってぐらいめっちゃ多いです巨乳が。まあでもそれにみんなにこうマナさんって言わせて、ね、いや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 おはようございます。いやいやいや言わせてないです。全然そんなこと言わせてないですよ。すいませんって椅子の上のカバンいや確かにそういう光景ありますけど、うん、私は全然そんなないです。本当に、うん、自分で言うのもなんですけど、うん、私先輩面しないんで、うんうんのはずなんで。けど気使うでしょ。でもどう考えても先輩面の顔しなくても気は使いますよね後輩は。あまあまあでも先輩面してほしいとこもあるしね。逆にね言ってくれた方がやりやすいというか。そうですかね。いやでもなんか私は結構やっぱあんまり気使わせちゃうとなと思って喋んないんで、うん、あんまり、はい、いやそれ一番怖い先輩のパターンですよ。もうなんか喋りかけんなという意味で小説読みたいこんな水着の状態で、ね、あいつおかしいぞってなっちゃうね。やっぱり話しかけたくないみたいになっちゃう。いやもうほんと盛り上がって、ね、3年ぶりということですか。そうですねコロナ期間に慣れてなかったんや。そうなんです。前はみそのユニバースさんとかでそうですねやらせていただいたり、秋葉原だけでなく大阪でもみたいな感じ。こういうイベントは頻繁にあったけどコロナでもなくなったんだ。そうなんですよ。だからマナちゃんだけやからね屋上行って誰も聞かれへんようにコロナイエーイってジャンプしたもんしてないです。してないです。してないですよ。ジャンプした影写真撮ってインスタ上げたいですか。いやいやその瞬間だけとかないですもん。やりたくなかった。まあでもこういうイベントまた増えていくでしょうね。そうですね皮切りになんか増えてったらいいなみたいには思うイベントでしたね、うん、いろんな意味でファンの皆さんも溜まってたでしょう、ね、いやこれは嬉しいですよ ね, ね普通の質問なんですけどこのここに座って何分ぐらい何をするんですか。もうここは、はい、もう最後の入れ替わり立ち替わりただ写真撮って次、はい、次っていう。でもやっぱ
りちょっと座るときにどこに視線やったらいいか分かんなくなるじゃないですか、全部の高さに視線の胸があるんで、うん、確かに目が合わないみたいな三段でどうしようみたいな、はい、なっちゃうような、だから多分結構後から聞いたらあの瞬間記憶ないですとか、緊張しますよねこれ結構そうそう取り囲まれてるんで、普通だと思うんですけど20人に1人ぐらい自分出せる人おるやん、こういう時なんかわかりますね、いますね、なんかおるやん、20人に1人ぐらい自分出せる人、羨ましい、自分出せる人いる、覚えてます僕のこととか言いながら、何なんですかね、ああいう人って、マジすごいですよね、芸人は結構いないんですよね、芸人おらへんな、ああいう人な、まあ誠司さん、誠司さんぐらいかな自分出せる人、こういう時に、こういう時に確かにブレない人いますよね、あれすごいわ、いるいる、普通のトーンで喋りかけてくる、すごいよな、とか、ね、ここでもポーズ取るんですけど、はい、うん、みんなでこうどうしますポーズみたいな、はいはい、じゃあハートでとか、はい、あるじゃないですか、はい、でももうああいいなみたいな、うん、もうじゃあハートでキュンだよみたいな、そう、全員でこれやってもらっていいですかって言える人、引っ張っていく、そうリーダーみたいな人いるんですよ、あれってどういう能力に長けた人ですか、確かに、あなあ能力なんだ、なんかのなあ、はい、その念能力者やな、なんかですよね、すごい面白いとかではないですもんね、アランシュート、じゃあ面白がらそうとも思ってへんよ別に、そうそうそう、面白な、うん、自然にでもないね、確かに、ただ自分のことパッと言える人、うんうん、要求すぐに伝えられる人すごいですよね、そうそう、要求できる人、うん、人に、うん、おるな、いる、うわ、いましたね、確かに何名、うん、ちょっと憧れるけどな、いやそうなんですよ、分かります、分かります、分かります、僕はそんなんできないんで、なんか毎日、うん、毎日ストレスないやろな、確かに、そうです、まあまああんねやろけど、でなんか役所行った時とか、あこれも聞いとけばよかったみたいなのあるじゃないですか、でもなんかちょっとうるたえて、はい、なんかこう、まあ、今度でいいやとか持ち帰るけど、こういう人だったら多分その場で全部全部な、全部、ね、ああそうだ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 みたいな感じで、なんかそういうの大事じゃないですか、めっちゃ生きる上で、そうなんですよ、多分自分の番終わってから次の番の人ちょっと始まる最初ぐらいやったらパッといけますもんね、うん、そうですね、悪気なく、うん、なんかさっきなんですけど、これだけちょっと聞かせてもらっていいですか、こうこうこう、あすみませんありがとうございました、うん、パッといくみたいな、確かに確かに、うん、それいいっすよね、大体だってあ後ろの詰まってるとか、うん、うん、いやすごいな、空気を読まない術、いや女性ね、空気読んだら負けやからな、そうなんです、空気読んだら負け、いやで、はあ、いやで生きていくということは、はあ、生きる力を持ってるんですね、そうやな、うん、学びえますもんね、めっちゃ、いいんだみたいな、はい、うん、多分俺なんかもうこんなとこ真ん中に掘り込まれたら、うん、手こきされても立たへんかもしれない怖さめっちゃ照れそうですね、この照れてボケる方ずっとボケてるかもしれないですね、そうそう、なんか変なテンション入ってな、恥ずかしさを隠すためにずっとボケてるみたいな、いやなりますよね、なりますよ ね, すよね、これ絶対もう1対17ですから、ね、いや17すごいな、ビンビンにできる人おんねんで、もうここへ、しかも水着で、そうですね、ここで立てる人がすごい人ですね、そういう人ですね、だから男優さんみたいな、いや男優さんでもいけんのかな、そんな、どうなんすかね、自分ちょっとこっち来て金玉舐めてとか言える人おるやんこっち来て金玉実前のその子ちょっとですよ、可愛いのちょっとこっち来て金玉舐めてとか言えるとおるやん、ほんまに言えるんですか、そんな多分誠司さんとか言えるやん、言えるんすかね、多分ちょ、うん、あ自分可愛いよ、ちょっと聞いたことないんだよみたいな、要求しすぎでしょ、なんか慣れへんのが変なことみたいな思いますもんねそうやな、そういう言い方やね、そういう人ってやらんのが変みたいな、そうやな、はっきり決めれるって、自分可愛いやん、そうですねって言うて、はい、自分が来て舐めてっていう誰でもええからとかじゃなくて、見えるわ、してくれる人誰でもいいですとかじゃなくて、そうですよ、自分がいい、可愛いから、うん、はい、魅力的ですよね、だから一つとして無理やもん俺、いや無理ですよね、あれ、うん、相手も相手でね、なんか、うん、とりあえずなんか分かりましたってなるやん、なりますね、あのじゃあ私がおかしいのかもしれないみたいなノリになりますね、行きたい、そんな風に行きたいわ、憧れますね、憧れる、新年の抱負ですね、うん、あの人になる、あの人になるっていう、あの人になる、例のあの人になる、はい、例のあの人になる、私の目標、いやもういいっすわ、あれいや本当幸せな人生やろうかな、
な。肩組んでや、ほんな肩組んでや、ほんな写真撮るで肩組んでやって言うんですよね。だって幸福度は自分で爆上げしに行ってるわけじゃないですか、ね、そうですよね。超良くないですか、うん、肩組んでもらっていいですかって普通言うじゃないですか、はい、組んでもらって例えば写真でね、うん、もし言うとして、まあ、みんなが遠慮してるからおのずと先頭立てんのよな。そうですね、うん、普通に生きてるだけで、うん、あの人のやっぱだいぶあの種類の人の職業とか全部バーッと洗って統計出したらどういう社長とかの、まあ、大体、まあ、あの半グレ社長とか半グレ社長そうやまあまあそういうのはいいですけど、詳しくは知らんけどなんか会社いっぱいやってそうやな。確かにそうですね、やってる人めっちゃいますよね。ハングレ社長ややっぱね。ハングレ社長ハングレ社長そうやな。でもでもそうですね、3つぐらいはもう完全全部決めれるんでしょうね。パッと電話してこうどうしましょうで、これこうやって即決ですよ、迷いなんてない。10万ずつ10万ずつ出して、ほんでもうそれでやるからって言えるんですよね。うん、儲けたいから憧れるけどなれないな、うんうん、やっぱ好かれたいですもんね。そうやな、うん、あっちゅうか嫌われたくないから粛々と生きていこう。そうですね、粛々と。なれないなろう思ってもなれないし、無理や無理や無理や、それではまらちゃんと一緒にお悩みをメッセージにお答えしていきたいと思います、はい、まらちゃんメッセージの紹介お願いします。はい、まずは東京都のキモクのエマーさんからのご相談です。セフレとエッチをしていて精子をためすぎてすぐ行きそうになり、とりあえず1回出しちゃってもいいとつまらないプライド発言をしてしまった後即射精、そして気づいたら私は寝てしまい、起きたらドラマのようにセフレがいなくなっていました。それ以来全く連絡が返ってくることはなく、その子の SNS の写真を置かずにオナニーをしています。男として悔しいですが、失ったセフレの重みを知りました。彼女と別れた時よりショックでした。この悔しさをどこにぶつけたらいいでしょうか。いやークズですねこの人。セフレとかねセフレに振られるのが一番心にきますよね。いやそうですね、うんうん、でもこれはちょっとねこうどうやって作ったんやろな今セフレを。セフレを作る方法、うん、そんなのはだからマッチングアプリでみんなやってるんじゃないですか、うん、もうほとんどが思ってる以上にやってますよね、うん、マッチングアプリ。でもマッチングアプリって思ってる以上にちゃんと付き合って結婚してる人もおるおるおる。でも思ってる以上にやりもくも超多いですね、うん、はい、マジマジいやマジですよ。レコバさんなんかやりますか。お前ステマ広告みたいなのしてんの今。そんなことない。してないです。受け負ってないです。ウィズとかの、はい、ステマやってるわけじゃない。やってない。はい、大丈夫です。信じていいの。信じていいです。どうしよう。そういう人らもいる。でもどうします。これでコバさんがじゃあって感じでもしやられてしまったら。いやそれもうなんか週刊誌とか。それはもうさやな。やっぱちょっと恥ずかしいねんな。なんかこの電脳電脳セックスフレンドは。電脳セックスフレンド。まあ確かに。出会うきっかけはめっちゃあるんですけど、うん、踏み込むまでがちょっと難しいんですよね。確かにね。お互い言えたら楽やのにな。セフレって、うん、セックスフレンドになってもらえませんかってお互い言えたら。確かに、確かに、はい、それはやったことないですね。それそういうパターンとかあるんですかね。いいっすね。いいよな、うん、どっちかがってパターンになっちゃう。どっちもラッキーってことだもんな。ラッキーっすね。お互いのそのちゃんと駅も聞いてやな住んでる、はい、その2つ圏内では飲まないとか約束してる。はいはいはい、そうそうそう、左右2つずつで駅は左右で、うん、確かに、うん、確かに。どっかそうやな、俺らとかマナちゃんが住んでるような場所やったら、うん、もう待ち合わせはこうもう分かりやすくこう埼玉とかにしてな。ああ、うん、確かに。ちょっと場所変えて、それこそ例のあの人は簡単に作るんじゃないですか。作りそう。さっきの例のあの人ちょっとそう、その意味ではもうもっと自分勝手よ。そのなるほどな、あ、向こうのことを思ってない、うん、思ってない思ってない思ってない、もっと自分勝手、すぐ切られそうですよね、うん、なんか確かに確かにですね。あ、そうディスってわけじゃないんですけど、でも状況が一緒でこの釣り合えたら天秤のようになれたらその状況は別にあり得るってことですもんね。本来バチッと来る人はいるってことですよねお互い。それの出会い方ってなんなんやろな、どう出会ったらいいやろな。そういう専門サイトみたいなのあるんですかね。ほんまにもう条件が揃ってるって、ね、条件揃ってるだろ絶対。それだってあの先もその何そのマッチングアプリで言うけど、どうもやっぱ俺ガテンがいかんのか、はい、いやほんなら、うん、その主催者、はい、その会社、はい、そのアプリ作ってる、はい、儲け永続できへんやん。ほんまやな。
ただ出会わせてもうそっからそこ卒業されたら、ね、確かに毎回だからなんかからくりあるから、はい、絶対そんなうまいこといかへんねん戻ってくるようになってるってことですねそこにだから桜っちゅうのは絶対消えないし、うん、騙されんなよだって儲けあの営利目的の企業やねんからそうかうんでもそれは人と人ってことで人ってそういうもんっていうのが含めた上でのあれじゃないですかもし釣り合ったとしてもそうだから背売れを探すやつはずっと探すから背売れをみたいなずっと利用するからっていうのが、うん、さあ彼女ができた場合とか別かもしれないです結婚したりもうずっとやっぱつなげるんじゃないですかそこででもこの投稿恥ずかしいの俺もう風俗で一回近いのあってお兄さん今日2回ぐらい行けるって言われて、はい、いやもう、はい、何歳や思ってんの俺のこと、はい、もう40後半ぐらいで、はい、48、7とか8とかやったもん、はい、いやもう40後半で、はい、そのええよええよ言うて、はい、もう俺ぐらい大人だって一発に駆けんねん的な空気出して、はいうん、2回抜かれたことが出るかい恥ずかしいな出すんかい恥ずかしいな逆にやったら逆になっちゃったの恥ずかしい恥ずかしいな思ったようにいかないもんですよ。いかない世の中な。恥かくようにできてるわ。恥の多い人生送ってきたほんま。こちらの方にホット天下を差し上げます。はい、続いてが、神奈川県のいやらし系ペットペロペロペロッピさんからのご相談です。うんケンコバさん、マナちゃん、ツートライブのお二人、こんばんは。今日は相談があってメッセージを送りました。結婚5年目、子供は1歳で、私たち夫婦はセックスレスです。うん、しかし、セックスレスを解消する方法を見つけました。すごいぞ、それは。それは勝手に頭の中で物語を作ることです。今うちの奥さんは浮気したのがバレて別れたくなくて体を捧げているなど、うん、違う見方をして興奮してから幸運に及んでいますあるある、しかし私の感情が入りすぎるあまり、うん、エッチ中に設定から抜けられなくなり、うん、ごめんなさいだろなんか声を漏らしてしまい何言ってるのと言われ冷めてしまいます、作戦としては間違っていないと思うのですがなかなかうまくいきませんどうしたらいいと思いますか青すぎるだけでしょいやこれおもろごめんなさいだろうって聞いて何言うてんの何どうしたのどうしたってなるよねそんなあいやこれの考え方できる人やったら、はい、ちゃんとこの設定伝えてやれるはずよなるほど確かにあ伝えてもそう、はい、でそ伝えたら冷めますやんって言うてる人はもうできへんはいはいはい、この最初の設定がすでに、はいはいはい、確かに違うのに嫁そんなんしてへんのにと、はい、どっかで思いながらやってる人は、はい、その第一段階がもうできへんからこの第一段階ができるということは、うん、奥さんにちゃんと言うてやれるのよこれ確かにこんだけハマれるわけですもんねそうそうそうどっぷりいけるってことですもんね、うん、言うたらやれるよ演じ切れるわけですもんねだって、うんうん、ほんならそれに乗っかってくれたら奥さんがもしか例えばですけど、うんめっちゃ興奮するかもしれないですね確かにでも奥さん乗りますかねそうかいやだから一番簡単なイメージプレイって、はい、ほんま誰でもできるイメージプレイって、はい、ガチガチに否認してんのに、はい、ゴムつけてんのにつけてない、はい、設定で男女ともにやるってねはいはいはい一番簡単なイメージプレイ、はいはいはい、それの延長線やかもまあまあ確かにそうか確かに、うん、確かにでもそうですね、うんうん、そうですね何かしらの罪悪感を、うん、なんか先生と生徒とかじゃないですけど、うん、そういうねそれこれもうまたそれで俺また恥ずかしい怖い声持ってるんだ恥をトロしていきますね送ってきました恥ずかしいエピソードそのガチガチの設定を提案されたことあるのよ、はい、女の子に、はい、あのゴムはつけるけど、はい、つけてないっていう設定って、はい、ええやんはい、いいですねそれが可愛いっすけどね別にだってお前見つもりちょっと興奮するからさ、うん、その設定で俺が咀嚼した結末が、はいはい、ごめん出てしまうっていうやつに、はいはい、脚本になってたの、はいはいまあ、終わった後いや違うねんなって言われて、はいあやめて向こうやめてやめてって言われるのを強引に出してほしかったって言われて、はいはい、ああそっちもはいはいあすいませんってなっちゃうなるほど恥ずかしいな恥ずかしいの多い人生送ってきた俺長い出す出ちゃったって言うやつやったって出ちゃったそっちが興奮してしまったそこだけだった俺が興奮しきってしまった行ってしまってだから M で行ってしまったんですね
ほら向こう違うねんって、はい、そこはね中にはやめてと言うて出されるために提案したんやって、はいはい、うわ恥ずかしい。いやでも誰しもやりがちな。でもどっちの脚本も A 脚本なんですよ。そっちの脚本もあるからな、はい、あるんですよ、はい、完全乗ってくれてるのいいですね、はい、でも向こうが描いたのがそっちで、そうやね、そこまで話しとかなかったかな。そうですね、すり合わせないとだいぶ恥の多い、恥の多い。じゃあ出ちゃったって言ったら向こうの女性はむちゃ冷めたってことですよね。なんかこう、なんか苦笑っていうのが出ちゃった来てみたいな感じになっちゃった。恥ずかしい話ですね。これは皆さん恥かいてますか。恥のコーナーやろうかな。恥のコーナー、恥のコーナーいい。恥のコーナー、人生のコーナーやろうかな。それ面白いですね。こちらからではプレミアム10がオリジナルバキュームカップを差し上げます。はい、ということでマナのケンコバさんのが欲しいの相談メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。それではマナちゃん、ここでお知らせお願いします。はい、来月ですね、2月の22日に、うん、新刊ごっこという小説が発売されることになりました。はい、初めての恋愛小説集なんですけど。恋愛小説、そうなんです。短編も集める。あ、短編もあのすでに群像っていう文芸誌に寄稿してある短編を3つ集めて、あの合わせてちょっとあの書きをあの修正加えたりとかしたものなんですけど、ちょっと書いてくれてる、そのあのそのコンドーム遊びのこととか。天ガチャで交えたね。あ、でも、うん、実は一個天ガチャで話したことが、あ、それが入ってる。そ、あ、それじゃ楽しみに、はい、楽しみですね、はいはい。でももうあのすごいあの暗い恋愛なんで、はい、ちょっとあんま、そうやな、マナちゃんも明るくはないんですけど。マナちゃんも自分で読み返すのやめや、それ。そうですね、うん、なんか浸っちゃうんで、ちょっと皆さんに後は読んでいただきたい。皆さんにお任せします。お任せしたいなと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。お買い求めください。ありがとうございます。もう一度お願いします。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ、この番組は天下の提供でお送りしました。深夜1時30分からケンドコバヤシとツートライブ周平魂と高典がお送りしてきました。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋。それではメッセージを紹介したいと思います、うん、東京都のツバッティさんからです、うん、ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブのお二人こんばんは、先日 YouTube の動画を見ていたら、ロングコートダディの堂前さん、日本の社長辻さんが、うん、惚れてしまう先輩というテーマで対談していました、うん、そこではなんと我らがツートライブの周平魂さんの名前が二人から出てきて男なら誰でも周平魂になりたいもんなぁと語られていました。ここ、ね、俺が周平に腹立ってるとこ、後輩にはそう見せてるとこかな。見せてないですよ、僕はもう生身ですよ。お笑いストリートファイト関西若手のトップ2にここまで言わせるなんて、周平さんすごいんだなと実感しました。芸人から慕われる周平さんの人間力、僕も身につけられるように精進します。これからも応援していますということでございます。だそうですよ。アワザ事件を知らないだけでしょ、これ。アワザ事変を。事変まで言ってるんですか。歴史に名を残してるんですか。呪術廻戦がね、渋谷事変って長編ありましたけど、はあはあ、我々関西芸人はアワザ事変っていう長編がある。アワザのね。うわぁ。あれ何時期見ではないですよね。アワザ事変です、ね。ああ、まだちょっと、まあまあ、語られるかもしれないです。いずれね、はい、再び語ることもあるでしょう。はい。これもう5年ぐらい言われてますね。もうだから辻と堂前にはまあ俺から話す淡田事変、それを聞いた上でどうするかどうするか、はい、こちらの方にはホット天下を差し上げます。さあ、番組ではメッセージを募集しております、どうぞ851でお聞きください。何妄想し天下、天下ギリギリ大喜利、大喜利のお題はマナちゃんが「あ○○」と言ったものはただの金玉でした。それは何だったでしょうか。ご覧になります。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天ガチャを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天ガをプレゼントいたします。天ガチャのツイッター、そしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信します。今日の放送部は来週月曜日配信予定です。パソコン、スマートフォンからチェックしてください。はい、それでは来週も1時30分にお会いしましょう。お相手はケンドコバヤシとツータライブ高典と周平魂でした。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。